現代の我々は一汁三菜が基本ですが、戦国時代当時は一汁一菜が基本だったようです。戦が絶えない当時、一汁一菜でも栄養は足りていたのでしょうか？それとも、武将クラスはもっと豪華な食事をしていたのでしょうか？そもそも一汁一菜ではなかったのでしょうか？一日何食だったのでしょう？二ちゃん人による反応はというと、醤油とか味噌汁とかの歴史結構わかってないから面白い。アワビが贅沢品。酒は濁り酒だったは常識かな。家康は麦飯ばかり食べてた。日本人は一日に三度の食事をする。毎回少ししか食べない。肉はわずかしか食べない。ただし鳥は食べない。それは、鳥は家に飼っているから食べないそうである。日本人が食べるのは米と豆とムンゴ、山芋と麦、また麦をドロドロに煮て食べるようである。日本人がパンを作るのを見なかった。米から作る酒と身分の別なく飲む酒があり、予習すると日本人はすぐに眠ってしまうので、酔っ払いは見たことがない。豆で作るチーズを食べる。この手のは宣教師の記録が大活躍だな。あれ、どこかで1日に3食の風習は江戸時代に入ってからと聞いた覚えが。戦国期は通常2食、戦争時3食プラス夜食ではなかったか。どのみち油が貴重品だったので炒め物、揚げ物ができない。この時点で現代人の口には合わないだろうね。思いつきで書くと、家康が当たったと言われる鯛の天ぷら。現代人は鯛の鮮度とか寄生虫に思考が行くけど、油が古かったのではと今思った。一日三食は応仁の乱以降。定着したのは江戸時代。16世紀に朝鮮が日本から伝来した唐辛子を使ったことで、キムチは辛くなった。しかし、日本料理は中国韓国の料理と全然違うな。麻婆豆腐とかカニ玉とかエビチリとかビビンバとか北京ダックとか、全然日本に輸入されなかった。和食中華食の間で違うメニューばかりを挙げているから。しかも、近世に生まれたメニューばかり。文化交流が盛んだったそうまでを無視。チャーハン、里芋の煮物、煮豆など、共通するメニューを除外するのは、意図的にやっているのか？かなり入ってきてはいるのだが、そのままでは使わないからな。改良に改良を重ねて原型をとどめなくなってくる。そして、新しいもの好きだから他の地域のものも取り入れて、戦国時代以降は欧米とその植民地の食文化も大量に入ってきたことで、ますます中国料理とはかけ離れた。しかし仏教の戒めで四つ足は食べないというが、中国じゃ豚肉や牛肉は食べられていたという。それで言う四つ足は牛と馬のことで豚は関係ない。日本では古来から牛や馬は、神聖な動物ともされていたことや、ゴズメズ思想もあってそうなっていったんでは？とも言われている。なんで牛や馬以外は案外と食べられていたらしいよ。中国での仏教普及率は、半分にも届かない。伝来しても肉や魚料理を知ってたのはごく一部の上流階級だけで、庶民は仏曹等からの布教から広まった精進料理が発展したのでは？長崎の郷土料理であるしっぽく料理に、中華とオランダの影響が見られるんじゃなかったっけ？江戸時代の都市部では、今と変わらないぐらい様々な料理が発展していたが、戦国時代はよくわからない。とりあえず、松茸とか鯛とかは昔から高級品であったようだが。鯛を珍重するようになったのは江戸時代だな。戦国期の高級魚は濃い。本能寺の変の原因と言われる、船寿司を忘れちゃいかん。寿司は江戸時代に普及したから。船寿司こそ寿司の古典かもしれん。なんとも露白のような酒米と麹の両方に白米を使う酒が生まれたのもこの頃だよな。当時と同じ手法で作った、醍醐の雫という酒があるが飲んでみたいもんだ。明治初期の日本中の村の記録を読むと、人口、世帯、石高、牛頭数、馬頭数が記載されている。牛、馬は農機として裕福な農家だけが持てる財産だったみたいだから食べてないと思うよ。東西での馬の文化の違いが、食肉の種類の差だな。西日本では、老廃牛から牛肉食が広まった。別に禁止されていたわけではないが、やはり肉食は下手者食いのように見られて一般的ではなかったな。地方では肉食忌避の風習が昭和40年代ぐらいまで残っていたし。まあそれでも百獣屋とかそれなりに繁盛してたんじゃないの？それに池なんかは、牛肉の味噌漬けを作って売りさばいてたらしいじゃん。紀州藩の武士だっけか。友達から鍋借りて豚鍋したら、匂いが取れないと文句言われたのは。いろいろと戦国時代の小説を読んでいるが、どれもこれも食い物と言ったら湯漬けしか出てこない。あれでよく戦国武者はクソ重い甲冑背負って戦えたもんだ。それとも夜は牛肉食いまくってたのかな？魚や鴨や鶴とかは割と食べてたみたいだけど、ただ百姓や増量の類は米に味噌や塩だけとか、行商から購入したわずかな干物や漬物ぐらいしか口にはできなかったようだ。米や味噌だけど、その量が半端じゃない。
もちろん長期戦で足りなくなってくることもあるけど、1日で玄米5合食うレベル。大豆自体が貴重だから、増量は戦でもなければ味噌は食えない。普段は塩汁、ぬか味噌汁。戦場では塩分、ミネラルをはじめ、消費される大量のエネルギーを大量の玄米と味噌で補給する。ついでに言うと、大河の関米でも中国大返しで、兵を走らせながら、味噌は必ず舐めよ、と絶叫してた。経験上、熱中症やエネルギー補給に関して何が必要か熟知してる。すごく大雑把に言うと、ほぼ百姓の増量は米、味噌食えなきゃ戦なんてしない。末端の兵たちには一度に米を配給すると、すぐに酒にしてしまうから、面倒でも一食分ずつ小分けして配れって言われてたけどな。なので実際は米を大食いできる機会は戦に勝った後だけだった。多少飢えてる方が役立つにも身が入るしな。大阪夏の陣について、米5升、肥大1枚、並びに菰だる、その外味噌、かつお節、甲のもの、右の通奏王に持たせまいるべし。この他は小文字さんつかまつるマジク。今度は手間もいるマジク走路間、総軍小二田も無用につかまけり、三日の腰療養ばかりにてまかりですべし。前述した逸話を見ると、徳川家康は大阪夏の陣は短期決戦と踏んで出陣しているようです。肥大って美味しいのかな？聞いたことないが、夏の陣で肥大食って豊臣を滅ぼしたから、翌年に鯛の天ぷらが当たったのか？すごい縁だな。鯛は身が締まって油が少ないから、干物にすればカチカチになって火が立っても酸化する油が少なく保存が効くんだよ。今考えた説だけど。それに近いことを貝原雄山が言ってた。もちろん美食対決だから、山岡さんがそれに近いの持ってきてだから食えたもんじゃないってな。ついでに言うと、大久保彦左衛門が病床の井伊直政を見舞った時に、鰹節のかけらを持って行ったという逸話がある。鰹節は栄養価の高い機能的な戦場食だったから、実際に病気見舞いとともに鰹節をしゃぶって、戦場を駆け回った中野階級と立身出世して、いいもん食いすぎたんだろうという。彦さらしい皮肉もあったのでは。例の大名の弁当の逸話を見るに、鯛より酒の方が高級だったかもしれないな。産地が限定されてるってこともあるかな。鎌倉殿の好物ってのでも有名だけど、豊臣秀吉が毛利輝元を歓待した時も、地理的に毛利には珍しい酒を使ったのは、秀吉らしいやり方と言われてる。今も昔も酒は人気なんだな。江戸中期には村上藩で放流が始まったし、戦国時代にも佐竹家中で酒をめぐって、配下のぬかたしと石上氏が戦になったという逸話もあるし、相当に高価のものであったようだ。内陸までやってくる海の魚だから、各地で珍重されたようだな。内陸に存在する鮭神社は、昔はその地域まで鮭が遡上してきた証拠。大河の利家と松で、浅野長政がそうめんを食べるシーンがあったな。当時のめんつゆとかどうだったんだろ。ストシオだろうね。ウィキペディア先生によると、奈良時代の長屋の王の屋敷から出土した木簡に、そうめんの記載があるらしいが、室町時代から今のそうめんになったらしい。結構歴史があるんですな。昆布だしやカツオだしはずっと後なのか。だしはあった。すでにカツオ節の原型はあったよ。ただ江戸時代の初め頃までは、醤油よりも味噌の方がよく使われていた。そんなわけで、水戸黄門が若い頃町の屋台でうどんを食べたり、後に自分で売って家臣に振る舞った時の汁は味噌だれ。少なくとも室町時代には確認されているようだから、戦国時代にはあったろうな。そもそも醤油が江戸時代中期からだろ。戦国時代は乳麺みたいに味噌汁に入れて食べるのはあったかも。永正10年、馬鹿島より種子島市へ鰹節5連、鰹船10の光景、綿18はお上納。という記録があるみたいだから、鰹船10イコール鰹だし、はあったんじゃないかな。戦国時代なんて味噌、の頃とはいえ大豆の万能性には恐れいる。現代でも大豆の万能性には驚くよ。最近は消滅に瀕しているけど、ご飯、味噌汁、納豆、焼き魚という定番朝食とか、味噌汁は味噌、豆腐、油揚げ、納豆は納豆、醤油、とか大豆だらけ。大豆に大豆の具を入れて大豆の調味料で味付け。日本人といえば米だけど、実際は米と大豆と言うべきだな。江戸時代には、豆腐料理だけでも数百種類あったらしいが、戦国時代にもそれなりにあっただろうね。大豆を腐らせたイコール納豆。大豆を箱に収めて固めたイコール豆腐。なのだが、どこかで名前が逆になった説があるよね。米と大豆製品があれば日本人は生きていけるな。宣教師の記録にも豆や豆腐が言及されている。そら豆を食べていたというのに、ちょっと驚いたが。実際、味噌と玄米さえ食ってれば、必要栄養素は摂取できるとか聞いた。白米に変わってから、活気が急増した裏付けがあるからな。
その他の雑穀を混ぜるのは、栄養補完ではなくコスト削減のためだし、そばも同じように安物穀物扱いだった。ところで、大豆は少なくとも平安から使われているのは知っているが、休耕作物であることが判明したのはいつ頃だろうな。納豆は、戦国時代に行軍中とかで偶然できてから広まったイメージがあるけど、豆腐はどうなんだろう。中国から入ってきたのかな？そのイメージは初耳。納豆は平安時代中期から。確かに、中華料理ではプルプルした状態オフという。それでも中国の麻婆豆腐が存在カチッとしてるのは、ご存知の方も多いと思う。中国では、太い字は腐敗菌で分解されたことを意味するんじゃなくて、単に柔らかいことを言っていたのかも。殿に下し、老という字が、もともと年輪や経験を重ねて立派になったことを意味していたのが、日本では、いつしか機能が低下してヨレヨレになったことを意味するようになったように。レストランじゃ豆腐と言わずに豆腐というメニュー名になってきてるね。醤油がなかった時代、刺身は何で食べていたんだろうか？魚醤とかもなかったの？煎り酒。酢。塩かな？おむすびとかもどうせ具はなかっただろうし、塩くらいは振ってたのかな？個人的には味噌のおむすびが好きだけど。安土桃山時代はとりあえず味噌というイメージ。時代は違うんだが、御用木場で刺身を塩汁みたいなのにつけて食う話があったな。時々親戚から玄米がもらえるから、味噌つけて玄米だけ食べてみようかな。それだけでいいなら、家計的に助かる。ただ、頑張っても一日5合食えん。戦国時代は、何から何でも人力だから戦の時でなくても今より運動量は多かっただろうけど、よく5合も食べれたな。植物性食品だけで飯食ってると、すぐ腹が減るから一日5合もいけそうな気がする。おかずが少ないと食べられるものだよ。野菜も食わんとビタミン C 不足で死ぬお。庶民が鉄の包丁や鍋を持っていたのかな？貧乏人には錆びる金属包丁や鍋なんて維持するのも大変そう。室町時代には農具や包丁、鍋はたたら製の鉄のものが一般的になってたらしいから大変ってほどじゃないんじゃないかな？砥石もあっただろうし。明の記録で、倭寇が好んで略奪していくものの一つとして鉄鍋が挙げられている。まだ国内の需要に対して、供給は不足気味だったんだろう。鉄鍋は大きいものが好まれたらしいから、大きいものが不足してたんじゃね？たたらの鉄で小型のものは広がってたけど、ふんだんに使ったものは珍しかったんじゃね？何か手軽にできる戦国料理を作ってみたいな。焼き味噌と湯漬け。食材自体が変わってるから、味を再現するのはなかなか難しいかもしれない。戦国時代、農民や下級武士は、赤米や黒米、雑穀、麦飯あたりが主食だったという。そこで気になったんだが、年貢として領主に納める米は、全部ジャポニカ米だったのか？薩摩藩は赤米混じりと聞いたことがあるが、混合していたのか区別していたのかが気になる。それとも、戦国時代でいう白米とは、赤米とかを精米したものなのだろうか。病害虫対策の品種改良で白米系が残っていくことになるんだけど、納めるのは赤黒白どれでもよかったらしいとどこかで見た。ブレンドはさすがに戦だろうが。米は食うものじゃなく納めるもの。あるいは売るものだからな。戦国時代の庶民が米を食えるのは、戦での労用の支給くらいだったらしいし。庶民も日常から米を食っていた。庶民の口に日常で米が入るようになったのは江戸時代からだぞ。平地に大規模な水田を作る技術が全国に広まり、戦のない太平の世になって米余りの状況が発生し、ようやく一般人が食えるようになった。本当かどうかはわからないけど、戦闘養殖には米が出るから、それ目当てに戦参加をする人もいたって話は聞くね。あと、それでどぶろく作っちゃうので困ったって話も。戦国時代の田んぼはほとんど湿田だったって話は聞いたことある。戦に行けば米が食えるぞ。肉も食える、酒も飲めるって、そんな歌があったような。水豚もかなり食べられてたと聞いたことがある。舶来物好きの信長公が中華をスルーしてたのはなぜか？舶来物という印象が薄いからだろう。信長公は、食にはそう興味はなかったんじゃないかな。スリムだし。牡蠣や瓜を食いながら馬で移動したり、川で獲れた魚をその場で生酢にして食べたり、湯漬け飯を普段から好んだりとファストフード志向なのかも。グルメの代表格が政宗らしいけど、他にも美食家っていたのかな。細川雄斎は美食家で料理名人だったはず。日本昔話か何かであったなぁ。戦に出た連中に藁に包んだ豆を届けたら暑さで発酵してたってやつ。一般的な糸引き納豆を使用場で探すと、室町中期の精進魚類物語だそうだ。忠興も食にはやかましかったそうだ。
細川家の場合は料理まで詳しかったから台所方はやりにくかっただろうな。忠興の場合、当時最高の教養人の一人で利休七哲にも数えられたぐらいだから、単なる食い道楽じゃなくて、茶道の延長のようなもんじゃないか。細川勝元も濃い料理にうるさかったらしいし、一門の伝統みたいなものもあるんじゃないだろうか。お茶席で出す料理ってのは、あくまでお客のためってのもあるし、腹を満たす食事ではないってのが一方にあって、普段のおかずに不服言うってのは、武士にふさわしい態度とは言えないとかで、案外うまく折り合いはついてたんじゃないかな。逆に飯にハエとか入ってても、そ知らぬ顔で黙って食べた殿様もいたぐらいだしな。騒ぎになると、台所方は下手すれば腹を切る羽目になるから、気を使ってまずかろうが虫が入ってようが黙って食べた。家臣を大切にして、文句言わずに黙って食べた大名と、口やかましく文句言って食文化を発展させた大名。どちらが大名として、優秀だったのか微妙なところだ。倹約家で有名な高山さんでも、現代から見ても結構な料理毎食食ってたからな。殿様レベルになると一般人の想像とは違う世界。殿様の食う飯は、黒い盆に米並べて一粒一粒よりすぐったりするんだよな。配送中に、殿様に食事を出したら、駕籠担ぐ兵に食わせろ。殿は腹を切るだけだから飯などやるな。って言って、結局家来だけ食事をしたのはどこだっけ？あんなとこは食文化が発達しないだろう。それってひどい話にも聞こえるが、切腹をする前には食事を取らないものだからな。逃げるのもカゴなんだ。担ぐやつに食わせてやれってのは真っ当な話に感じる。そんなことをさらっと言えるってのは、良い組織だったようにも感じる。ルイス・フロイスの日曜文化比較には、日本人は野犬や鶴、大猿、猫、生の海藻などを喜ぶと書いてある。西日本では使えなくなった牛を本当に潰してたのかな？明治以後の話では？馬肉は一部除いて東日本の消費が多い。古代から馬の生産は東日本が中心だからな。大衆食は資料にもよく出てくる。今ではあまりないが、かき揚げを蕎麦つゆに浸した蕎麦抜きを飯のおかず、酒のあてとして供されていたり、現代の食の途上ものが数多くある。古くからある料亭に伝わる食文化、割り下や漬けなどの口伝や伝承は文化保存されてない。池波正太郎の作では、たびたびこれらの取り上げられない文化が出てくる。亀戸のからし大根を例にすると、これは食文化の重要なたどりであったりする。辛み、甘みは後々になるので、古来の食文化を研究するには、辛み、甘みを砂糖や唐辛子なくして具現化していた料亭に見るべきは明らか。いかがだったでしょうか？現代では、虫一匹でも食材に混入していたらニュースになるほどの出来事です。食材に感謝して食を楽しみたいですね。今後もこのチャンネルでは、戦国時代に関した動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録してください。